泉区は仙台市を構成する五行政区の一つ。1988年に仙台市へ編入された泉市の地域が泉区の区域となった。名前は泉区の北西に位置する泉が竹に由来する。泉中央駅前の様子。仙台市の北部にある。区の西半分が山地で西北に泉が竹を要し、そこから流れる七北田川が、 区の中心を西から東に貫く。東半分は低い丘陵で、七北田川の北側は松島丘陵、南側は七北田丘陵と呼ばれる。この両丘陵の間を七北田川に沿って、貸し断球による平地が東西に広がる。七北田川沿いの平地において市街各域に指定されているのは、泉中央副都心周辺から国道4号。 仙台バイパス沿いの間くらいで、それ以外は田んぼなどとなっている。用途地域指定されている面積は、七北田川沿いの平地より、両岸の丘陵上が数倍、広く、泉区の市街地は、河の地型となっている。中心部は、江戸時代の欧州街道の宿場町である七、北田宿を基礎に発展した。 泉市時代にその西側の田んぼを造成し、泉市役所や仙台市泉文化創造センターなどの施設が建設された。仙台市以外の千円地区の自治体の国勢調査人口の変遷。1975年までに泉市が塩釜市を抜いた。泉市は高度成長期から給料部の宅地開発が徐々に進められ。 仙台市のベッドタウンとして発展し、市の人口は石巻市を抜いて、県内第2位まで到達した。1988年、仙台市に編入合併され、1989年に仙台市の政令指定都市以降に伴い、泉区となった。仙台市との合併に際しその是非を問う会議が、泉市内の各地域で開催され、マスメディアは、 その加熱ぶりを報道し、最終的には、住民投票を行うほど、市民の世論が二分した。初期の対立軸は、マイホームを求めて主に、仙台市から移住してきた、新住民と、地元商店街の商店主、旧欧州街道沿いの住民、営農者などの旧住民で、新住民は、泉市への帰属意識は薄く通勤通学する、仙台市との合併賛成。 旧住民は、泉市への帰属意識が強いために併合され、泉市らしさがなくなることへの抵抗感による合併反対という対立構図であった。しかし、その単純な対立構図はより理由が鮮明に、なり熱を帯びていった。当時、仙台市においてもバブル景気によって地価が上昇しており、泉市が合併で、仙台市となれば、ネームバリューで、 さらに政令指定都市ともなれば、もっと地価が高騰するであろうという予見から、不動産業のみならず、利益を得たい企業側関係者は合併の協力推進派となった。他方、合併によって、泉市よりも高い旧仙台市の基準の地方税や、水道使用料金などを課せられると知った、旧住民は、合併によるメリットよりもデメリットが大きいと、町内会やビラで訴え、 新住民への浸透を図った。マスメディアの事前調査では、住民投票の行方は合併派と反対派は、きっ抗して、全くわからなくなった。旧仙台市は、東北の中心的役割を、内外ともに固示するため、政令指定都市の名目は、絶対に必要な条件であった。これについては、仙台市のみがそれを欲していたわけでなく、21世紀を目前に、 東北各市からも関西、中部、九州の大都市圏に匹敵する東北都市圏を仙台市が懸任して作るべきだという意見が多かった。次節柄、首都機能を一点構想にも多大な影響を受けている。しかし、当時の政令都市化の要件である人口80万人には満たなかったため、このままでは単独での政令指定都市化は難しいと判断され、 隣接の名取市や泉市との合併を模索していた。名取市は仙台空港や JR の交通インフラがすでに整備されており、仙台市と合併するうまみは特に持ち合わせていなかったが、泉市は急激な人口増加により交通や下水道などの生活インフラが立ち遅れていた。仙台市は当時水田が広がっていた、現在の泉中央副都心を中心に、 仙台市営地下鉄南北線の泉中央、駅延伸、昇限トンネルや、都市計画道路、北四番庭大和町線の早期建設、七北田公園や泉運動公園の整備、上下水道整備、コミュニティセンターの建設などのインフラ整備、さらに、泉市で、初の地方百覧会の開催を提案した。熱を帯びた議論やビラ合戦の末、 住民投票条例制定の直接請求において、泉市の有権者の43%にあたる37,775人の署名が集まり、市民投票に関する条例案が、泉市議会に議員提案されたが、1987年11月4日の昭和62年11月臨時会で否決された。しかし、僅差だったことを理由に、泉市長の職権で、 市民に高投票実施規則が制定され、同年11月29日に、住民投票が実施された。投票結果、投票率74%、賛成33,331票、反対29,703票、無効、その他354票となった。合併反対派は、市民の世論が半々であるのに拙速に合併協議を、 進めているとして、リコール運動を始めた。両市は3月末日としていた当初予定を前倒しし1988年3月1日に、泉市を仙台市に編入合併した。そして1989年4月1日、仙台市の政令指定都市以降と同時に、旧泉市が泉区となった。泉市が、 名称や範囲をそのままに、泉区に変更されることは、合併時の取り決めであり、新たな区名の公募や審議はなかった。このため、既存の政令市の区名称と重複しない名称を、方針としていただくとは異なり、既存の横浜市泉区と、区名が重複することが確定していた。なお、この公共事業をバーターにした、当時の仙台市長、石井徹は、 ゼネコン汚職事件で逮捕、起訴されて、実刑判決を受けた。2007年2月、区のシンボルマークが制定された。合併経緯からか、泉区は仙台市の宅と比べて特別的扱いが多いと見られている。仙台市と合併後の1992年、仙台市地下鉄南北線が、 泉中央駅まで延伸されたことで発展し、泉中央副都心計画によって商業施設が集約した。当初はロードサイド店舗の集積であったが、富谷市などさらなる郊外とのバスが発着する、泉中央駅バスターミナルの存在によりターミナル化が進み、中小オフィスビルも建設されて、小都市圏を構成するに至っている。 J リーグのベガルタ仙台のホームスタジアムである仙台スタジアムがあり試合開催日には観客が小都市圏外からも流入する区内にある商業施設や企業の営業所などの名称では証券や企業体が大きい場合に仙台線と仙台を付加する傾向がある泉区内では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が 実施されている。南高台黒松地区などは、青葉区にある、仙台北郵便局の周廃区となる。県内の金融機関だけでなく、山形や岩手などの銀行も泉区内に、進出している。イオン銀行と東北労働銀行は、銀行代理店制度による、友人窓口を、区内に展開している。昭和30年代前半から、黒松団地が造成される。 以後、国道4号仙台バイパス開通、東北自動車道開通、都市計画道路整備などによって、住宅団地開発が促進された。大規模な団地は、黒松団地、南光台団地、昌源団地、紅葉台団地、鶴ヶ、岡ニュータウン、松森団地、泉パークタウン、照明家球ニュータウン、鴨団地、住吉台ニュータウン、 泉ビレージ、泉中山ニュータウン、水穂台などがある。人口も団地開発に伴い年々増加し、仙台市のベッドタウンとして発展する。現在も泉パークタウン資産省原ニュータウンなどの団地が造成されている。市民センター、コミュニティセンターが多数設置されている。以下の通り、児童館や児童センター、コミュニティセンター、集会所、 学校などが多く充実している。私立泉中央駅の駅ビル。中心となる駅、泉中央駅南東部及び南西部で運行されている。区内の大部分で運行されている。仙台市営バスからの異常路線もある。元来、区内の大部分は、全身企業の一つである仙台鉄道線の沿線だった。証言トンネル付近の国道4号。 泉インターチェンジ仙台宮城インターチェンジの中間地点に一般道路の混雑緩和及び仙台都市圏環状自動車専用道路の利便性向上のため従来より IC 設置を望む声があった2006年4月より急線検察署を利用した泉パーキングエリア接続のスマートインターチェンジ社会実験がスタートし2007年4月1日より 高級化された。国道4号仙台バイパスの新潟県インターチェンジ以北は4車線であるが、特に証言トンネル入り口から新潟県インターチェンジは朝夕の慢性的な渋滞発生区間である。そのため渋滞の間はバイパス機能の回復のため片側3車線への拡幅を望む声があり、1989年に新潟県インターチェンジ 鶴ヶ谷交差点間は事業化された。その後2007年3月20日には、新潟県インターチェンジ、山崎交差点間が3車線化され開通したが、2010年現在、鶴ヶに交差点までの3車線化工事は未完成である。それ、伊北についても事業化されていない。泉ヶ岳スキー場。ありがとうございます。